バレンティ今日は2打席抑えてますが、どうでしょう、3打席目怖さはあるよ。入ったー、もう終わった、最悪、今日は終了ですよね。今のはもう完全なる甘い球ですから、失投ですからね、打たれても文句は言えない。 OK、 今回は4月最後の試合、ヤクルト戦実況していきますよ。現在巨人はリーグ6位、1打 5.5 ゲーム差、まあドベですがね、まだ始まったばかり、全然問題ない。今回の実況も勝利といきましょう。ほほほ、必ず勝つ、負けるわけにはいかんぜよ。まずはピッチャーからですね。ヤクルトの打線は怖いな。おお、とにかくね、バレンティンだけならいいんだけど、バレンティンだけじゃないからね、怖いのは。なんなんなん、何をしている、あはうちミス、なぜ今球を避けたんだ、根本的に間違ってるよ。なぜ球から逃げるのか理解はできないね。うわ最悪、これ待て、どうだ、取れるか、カメカメ、あーファール。なぜ今避けたんだろうな、反射的に逃げてしまった自分がいたね。オッケーオッケーオッケー、ショート坂本、わーお坂本、うそー、わー信じられないね、このミスはないわ。オッケー、ナイス、ワンアウト、とにかく取れた。山田、あ、4番山田なのか、バレンティンじゃないのね。いやでも怖いことには変わりないからね、見てこれ。山田はもうこの2014年活躍しまくりでしたよね。打たれるわけには、打たれるわけにはいかんぜよ。よしよしよし、ホーム、何投げてんの、ホーム投げんなバカ野郎、どうだ、あ、よし、ギリギリセーフ、アウト、よかったよかった。あぶねえ、なんで今ホーム投げたんだ。まあ守備も自分で操作してるんですけど、なぜ投げたのか分かんない。オーケーオーケー、バレンティン、バレンティン、怖い怖い、はいはいはい、よしよしよし、坂本エラーはないよね。また送球ミス、ちょっと待て、坂本のミスが目立つな、これはあまりにひどいようだった、変えないとダメですな。ちょっと送球ミス、これも高めに浮いてますよね。まあ1回ゼロで抑えられたんでいいんですけど、ちょっとミスが多い。あー、ピッチャー小川か、ヤクルトのエースですよね。いい球、カットボール、微妙な変化が打ちにくい、だが打つんだよ。あー、打ち、それ打ちに行くな、低いね、全然低いんだ。片岡、ここまではね、いい活躍ですよ。2番バッターとしての役割は十分果たせてるね。おっとだ、これはポテンヒットあるか、あーないね、落ちてほしかったよ、落とせや、亀井ランナーなしか。 OKOK、 球数も稼いでいかないとね。今何球投げてんだ、今何球、7球か、全然投げられてねえな。 OKOK、 稼いでいかないと。ここはよく選びました、カウント1ボール2ストライク、投げました、おお、なんとも言えないこの打球、サードゴロで、うん、アウト、ダメ、抑えられましたな。1回全く何もできなかったね、2回抑えていこう、今日は点取られた、負けだな。おい、ゲッチ、ナイス、長野、あれ追いつくか、すげえな、あれ追いついたのか、よっしゃ、うわ坂本、ナイス取って、ゲッチ、華麗なファインプレー、いかがでしょうか、ショート坂本のファインプレーですね、いいね。8番バッター森岡、ファーストゴロ、高橋取って、ゲッチ、はい、2回は三者凡退、強い当たり、ヒット性の当たりはありましたが、ゼロで抑えたよ。アンダーソン、個人的にはものすごく一番打ちやすいバッターですね、扱っててね。膝元厳しいところ、投球はこれから3球目、外れた、打率も2割9分2厘と高いからね。おーいえー、ファーボールでもいいぞ、ファーボールでもいい。打球はどうだ、流してかなり逆方向に伸びたと思ったんですが、フェンスまではいかずか。よし来た、
はい、巨人初ヒットは長野でございましたね。うまく打ったよ。初球打ち、ロペス、ロペス。打率は2割8分7厘だ。ホームランも7本打ってますからね。アウチ。第3球を投げた。外角、いいぞ。直球は外れてボール。カモン。カウントは2ボール1ストライクです。投げました。お、何その打球。ものすごい変化したね。すごい変化、びっくりしたよ。第9。あー、これも簡単に打っちゃった。もう情けないわ、本当に。もう球を見ろ。球筋を見ろ。裏筋まで見ろ。申し訳ない。下ネタだ。完全下ネタね。オッケー。押さえていこう。1球目ストレート空振り。第2球。うわぁ、ちょっと今日点取れそうにないな。打てないもんね。少し迷ったか。ちょっと雑になってるよ、今。打ちました。これはショート、坂本、エラーはないよね。はい、ゲッチュいただきました。ワンアウト。川端、先ほどはいきなりでかいツーベースでしたからね。川端、オッケーオッケー、坂本、全身で。うわー、内野安打、嘘。これ内野安打になるのか。足速すぎ。速いね、全盛期のイチローじゃねえか。ただのショートゴロがアウトかい。はい、しかし川端盗塁失敗でツーアウトいただきました。高く打ち上げた打球はセンター長野取ってゲッチュ。よかった、よかった。危ねえ、ちょっとドキッキしたけどね。3回もランナーは許しましたが、ゼロで抑えた。さて、キャッチャー貞松ですね。これ阿部がいるんですけど、阿部今怪我してるんでね。阿部よく怪我する。阿部がすぐ怪我するからね、結構このキャッチャーを使わないとならないんですよね。この打球はセカンドゴロでワンアウト。今何球だ。あ、23球か。結構投げてるね。ちょっとここはね、もう追い込まれるまでは振らない方針でやっていこう。ほら、振らないよ。ほいほいほい。オッケー。カモ。第3球を投げました。いいね、追い込まれた。ワンツー。ここから粘るよ。投げました。アウチ。粘らねえ。ボール球だ。何やらかしてる。これでツーアウト。ツーアウト。坂本、もうここは一発ドカンと行きましょうかで行こうよ。ホームランしかないね。狙うならね。先制のソロホームランはいかがでしょうか。第2球。カウント。フォーク。フォーク。第3球。打ちました。いやー、ゴリ押ししてくるな、フォーク。次が4球目。投げました。おー。落ちたところにうまくミートは行ったと思うんだけどね。なんだろう、若干ずれてたのかな。落ちるスピードにはついていけてたような気がする。あー、まずい。高く上げた打球は嘘でしょ。入るのこれ。わー、ただの外野フライじゃねえのか。嘘。いやー、俺普通の外野フライかと思ったけどね。マジっすか。雄平にソロホームラン、先制のね。ちょっと簡単に飛びすぎじゃない。飛び棒もういいや。噛んだからいいや。あかん。レーザービーム、亀井のレーザービーム、セカンドはさせない。あー、続く山田にツーベースか。ここでバレンティン怖いよ。これ以上の失点与えれば今日は負け決定ですな。打たれないように。ほい。いや、もう1球落ちる球いこう。ほい。ゲッチ。サードロペス。返球は何、その返球。ゴロゴロじゃねえかお前。ロペスサードはやめた方が良さそうだね。あー、進塁打になるか。ランナー3塁に進塁して、ツーアウトランナー3塁。ほい。打率だけ見たら怖さはないよ。数字だけ見たらね。でもここで打たれればおしまいだ。ロペスの返球、何それ。笑うわ。お笑い返球だね。まあ、1点取られたもんはしゃあないよ。取り返せばいいんだ。あ、もうなぜそれを打つ、バカ野郎。片岡、俺が打ってるんだけどね。なぜ打ちに行くのか理解はできないね。球をよく見てね。投げました。ボール。カウンター2ボール。亀井、足が速いからね、塁に出てくれたら非常に活躍してくれるでしょう。イエーイ、ファーボール来た、これ。盗塁もいいんじゃないか。アンダーソンは基本ホームラン狙いでいいでしょう。ここでツーラン出れば勝ち越し。
どうだ、三遊間を抜けた当たりでございます。これでワンアウトランナー二塁一塁。いいね、コツンと当てた打球、バットの先だね。あ、うまく抜けていったよ、長野。本日の先制ヒットはこちらから長野でしたからね、巨人初ヒットは。わあ、何その打球、やらかした。わあ、もう最悪、なぜ打ちに行ったんだ今。ああ、ボール球手出してるね、ちょっと悪い癖が出てる。引っ張り警戒と来てるか。おお、どうだ、内野になるぞ。あ、ロペス走れ、ロペス走れ。ああ、ロペス走れ、走れロペス。ああ、もうこのチャンスも打てない、悔しいよ。1点やったのが本当悔やまれるね。ほい、コツンと当てた打球は坂本とってワンアウト。ただね、小川ももうそろそろスタミナもなくなってきてますから、球っちゅうのも分かったしね、どんな球があるかっていうのも。まあ、攻略法は見つけたかな。見つけたんですよ、嘘はつかないよ、次は打てる。5回は間違いなく逆転することでしょうな、信じてくれ、俺必ず打つんだ。 OK、 際どいコースうまく決まったね。ほんで落とせば三振。おお、これも打たれるか。ポコポコ打つのやめていただきたいね、自信あるんだけどな。ほい、ゲッチ。盗塁来るか、盗塁来る。ほい、ゲッチュ。これは内野じゃないよね。ほい、抑えて5回は抑えました。さて5回の裏行こうよ、逆転のね。第9投げました、初球決まった。あれ入ってんのか。第2球、もうそれだよね、それに手出すなって言ってんのに、なぜ手を出しに行く。低めは無視でいいんだ、ここは無視しろ。全部低めにやられてるね。第2球投げました、OK、低め、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、アウトコース低め、外れ。スリーワン、ファーボールでもいいぞ。カウントよーし、サダマチファーボールでワンアウトランナー一塁となりました。もうここはやっぱ送りバントでしょ。初球送ってきました、ピッチャーの左で転がした。 OK、 綺麗なバンター成功。これで2アウトランナー一塁。ここで坂本、坂本打ってくれ。投球これから2球目、見送ってストライク。ミート打ちでね、もうヒット狙いですよ。 OK、 このフォークに惑わされるな、全部低め振っている。第4球を投げた、ツーシーム、ナイスピッチ。表示を出なくしてくれ。第5球投げた、おお、いや悩んだる、きたー、悩んだ、守備入らない、じゃないのかー。スリーアウトチェンジ。坂本がもし左バッターなら今のは間違いなく内野安打でしたろうな。第9、それくらい悔やまれるよ今のは。伸びていったー、ダメ。チャンスを作れてはいるんだけどね、そこから打てないんだよね。作るまではいいんだ、そこから返せるやつがいない。お、高く打ち上げた打球はどうだ、レザービーム、レザービーム、ゲッチ。バレンティ、今日は2打席抑えてますが、どうでしょう、3打席目、怖さはあるよ。入った、もう終わった、最悪、今日は終了ですよね。今のはもう完全なる甘い球ですから、失投ですからね、打たれても文句は言えない。ここでバレンティンにツーランホームランを許してしまいました。また点が離れたね。さあ、ツーストライクと追い込んだ、投げました、外角低め、ボール、カウントワンボールツーストライク、投げました、ゲッチュ、三振。まあ、3点ならね、別に、いや無理だな。3点なら無理だな。さあ次の投球、ほい、簡単にヒット、ボール球も混ぜていかないとね。フォーク、盗塁、どうだ、あーセーフ。まあ、2アウトだからね、このバッターを抑えたらいいだけだ。ゲッチュ、ちょっと1球ボール球、ほいで落とそう、ほい、嘘、それ見てくる、ほい、どうだ、
打ちました。粘るね、ネバネバ星人だね。ほい、月給いただきました。低めの変化球です。6回だ、6回こそ点を取っていこう。とにかく1点返すこと、これが重要だね。フォアボールでもいい、なんとか塁に出てくれ。エラーでもいいんだよ、エラーでいいんだ。内角低め見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、これこれこれを見ろ、何回も言ってるよ、あのフォークね、ボールからボールになるフォークを見ろ。インコース低めいっぱい、そこ見てどうする、そこ見てどうする。第9投げた、ボール、あ、ここ入ってないの、ここ入っててそこ入ってないの、理解はできないね、理解に苦しむよ、意味がわからないね。第3球、パワー投球、これから4球目、ダメだ、もう審判の誤審だ、買収されとるやないけお前、買収されとるやないけお前、これ嘘んでしょ。ああ、もうやらかした、調子に乗ったね。もうなぜ打ちに行くのか、打ちに行くなと何度も何度も言ってきてるのに、それを打ちに行くバカ、僕です、僕でゲス。面白いね人間って、いや俺って面白い。ダメだね今日は、我慢できない日だね、うん、もうことごとくボール球を振りに行く。あの高めのストレート簡単に打つのやめてくれませんか、あなたピッチャーですよ。第9投げました、フォークボール見送ってストライク、低めボール球、オッケーオッケー、ゲツゲツゲツ、これはゲツ、いただきました、ごっつさんです。ふう、第9投げました、初球空振り、タイミング合いません。投げました。外、ボール、わずかに外れました。カウントワンボール、ストライク。打った。来た。カム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 。ゲッチ。スリーアウトチェンジ。7回はなんとかゼロで抑えましたね。うん。さて行こう。もう強振はいらん。全員ミートで行こう。次につなげるバッティングだ。ホームランなんかいらんのだよ、今の我がチームね。ヒット狙いだ。それ以外はクソくらい。2ボールノーストライクです。フォアボールでもいい、一人一人が塁に出て次につなぐ、つなぐバッティング、 OK、 来た、ライト前ヒットいただきました。長野本日2安打目になりますな。ロペス、今日のロペスは残念ながらもうミート打ちで行かさせていただきますよ。いつもならホームラン狙いですが、第2球投げた、インサイドストライク、第3球を投げました、わーお、なぜミート下げたんだ今。ここセンターフライでワンアウトか、高橋、まずは一塁、ヘイヘイ高橋、高橋、第9ボール、まずは内角高め、よしのぶ打ってくれ、第2球、おお打球はいい、おお、こぼした、こぼした、走れ走れ、頼む、ナイス、相手のエラーもあって、これでワンアウトランナー二塁一塁、いいぞいいぞ、初球ストライクから、よしよしよし、カウントワンボールワンストライク、投球はこれから3球目、バーオー、今の悔やまれる、頼む打ってくれ、貞松打つのは俺だけどね、絶対打つ、あー三振、いや待って、まだ終わってないから、ちょっとピッチャー菅野代打と行こうよ、矢野で行こう、頼む打ってくれ、足は速いからねランナー自体は。第9投げました、バーッ、落ちる落ちる、そう信じてる自分がいる、いないじゃん、落ちないじゃん、小川ここまで、はい終わりです、もう今日は反省会だ、今日はもう反省会、もう最悪、沢村行こうか、沢村中継ぎと行こう、頼むぞ、今季初登板になりますかね、第9打ちました、いいね、とにかく8回の表のマウンドを完璧に抑えてくれたら俺はそれでいいよ。抜けた、先頭バッターに出塁、毎度のことですな、あ、毎度毎度毎度大きに、第9投げました、ダメ入らん、第2球投げた、オーケー、第3球を投げた、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、はい決まった、カーブ、カーブ、もう決まれば三振ですから、ね、第9投げた、バレンティン先ほどはツーランホームランを浴びてしまいましたが、もうこれ以上打たれんで、第3球を投げました、はい来た、打ち上げた打球はセンターフライ、落とすなよ、センター、ゲッチ、
フルアウト。2アウト。ランナーは1塁変わりません。中村。投げました。インコース低め。ストライク。ストレート。これはゴリゴリでいくぜ。おい。インコース引っ張った。ゲッチ取った。ロペス。返球は。はい。8回のバウンド無事抑えました。さて。点を取っていこう。攻めて1点ね。第9投げました。もうさこれは内野ゴロ。バレンティン取った。一塁へトス。小川取ってアウト。バッター悔やむね、自分の下手くそさを。1三振。もういやもうこのまま完封勝利なんてさせへんぞ。怪我させてやる。アウトコースをつけた。ナイス。流した打球はうまく入ってツーベースヒット。今日初の長打になりますね。今日初めてのヒットになりました。オッケーオッケー、行こう。とにかく1点を返すこと、これが重要。初球はストライク。まずは見送りました。うん。第2球投げた。もうよし。ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク。投げた。きたー。行こう行こう行こう。ホーム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 。ゲッチゲッチゲッチ。ナイス。1点返して、そして亀井もランナー2塁に行きましたからね。まだ終わらんぞ、まだ終わらん。ここからの逆転十分ありでしょう。さてアンダーソン打ってくれ。ランナーは足速いからね。キッチュどうだ。うん、この打球は打ち上げた。ランナー3塁行こう。どうだ、犠牲フライ。オーケー、進塁打になりましたね。まあちょっとこのね、もたもたしてる間に三塁に行ったったんですよ。カッコつけてるからそうなるんだよ。さてチャンス、1点返していこう。長野今日は2安打大活躍。なのにそれを打つでた。もう最後の最後にそれを打つ。人間って面白い。やらかした。これもだ。もう今日の課題だね。今日のピーマンの宿題だもん。あれを打たないようにする。いやもうほんとなぜあれを手出すんだ、出すなって言ってんのを手出すんだから面白いわ。投球はこれから3球目。1球外してボール。カウントは1ボール2ストライクです。インコース引っ張った。ゲッチ。ショートバウンド取った。先頭バッター抑えてワンアウト。うまくさばいています。もうボールからボールになるフォークがね、ほんとに今日は打てない上に手出してるからね。打てないって分かってるのに手を出しに行く自分がいる。止められないんだ。今日は我慢ができない。さて9回のマウンド、最後のバッターになりますね。これを抑えて最後サヨナラ勝ちといきましょうよ。ナイス、片岡。オーケー、ナイス、よく取ってくれた。ファインプレーだね。いい当たりをうまく取ったよ。最後はもう全部強振でいくよ。いや待て待て待て、いやそんなのいかん。最後まで、いや強振でいいかな。ミート打ちでいこうか、それとも強振でいくべきか。あー、外のボール球手出して打ち上げてファーストフライ、面白い。全部面白い。高橋、第9ストライク。1球目ストライクから投げました。オーケー、これは完全なボール球。カウント1ボール1ストライク。チェンジアップはボール。慎重に攻めてきます。カウントは2ボール1ストライクです。ボールいいぞ。ファーボールでいい。ファーボールでいいぞ。第5球、よーし、ナイス。これで同点もあるぞ。ここでホームラン出れば同点か。代打以降、サダマツに対してセペダでいいでしょう。セペダ、ピンチヒッター頼む、打ってくれ。第9投げました。ここでね、同点のツーランホームランとか出たら俺はもう発狂するよ、間違いなくね。今日一番叫ぶね。投げた。絡んでるから、ミートはちっちゃいからね。パワーはあるが、パワーはあるんだ。カウントは3ボール1ストライク。最後第5球投げた。ノーン、危ねえ、チェンジアップ。肩越しにランナー見た。ああいやだ、インコースの変化球にやられました。代打代打代打、行こう。もう一回代打で誰行こうかな。太田、太田、太田、未完の待機、太田と行こう。第9ボール信じてるよ俺は。最後まで打ってくれるということね。第2球投げた。最後の最後に打つんですよ、レジェンドっていうな。第3球は打ちました。誰もファーストゴロ打てとは言っとらんぞ俺は。そんなこと言った覚えはないね。はい、実況3回目になりますが、またも勝利を逃してしまいました。4月最後の試合ですがね、勝てませんでした。3月4月の試合が終わり、現在チームはリーグ6位ドベですね。まあシーズンまだ始まったばかりですから、
次頑張ればいいんだ、次回は交流戦プレイしていきます。もしよかったらまた見てくださると嬉しいです。ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。